開された68年前から黄金年代と呼ばれ、東京都23区の災害派遣防衛警備を担任するとともに、陸上自衛隊の代表として自衛隊全域の単一式への参加をはじめ、兵役機関や皇居などにおいて国賓などに対する国賓行事や千鳥ヶ淵戦没者墓苑秋季慰霊祭での非常任務など国家行事に数多く参加しています。本日の舞台紹介では服装は異なり安全な再現ではありませんが、国家行事などで行われている英語令をご覧いただきます。本日は上隊29名ラッパ隊31名の編成で実施します。英語令とは後半を迎えた際に敬意を表すことを目的として行われ、上隊が出撃する敬礼を行い、同時にラッパ隊が出撃を行います。なお第一通過連隊のラッパ隊は一昨年度の市内のラッパ競技会で優勝し、その技術は全自衛隊の中でトップクラスであります。またラッパ隊が誕生する際に特別状況として戦闘艦のラッパ水槽を展示します。Thank you.
迅速に被災地に向かい
着後は航空警察による情報収集、ホイスト装置を使用した人命救助、救援物資および人員の救援などを実施します。皆様、駐屯地南の方向、関越台から見て左手方向の上空をご覧ください。上空、第1機動隊による火曜とヘリコプター UH-1 編隊が飛行してまいりました。乗れる。この編隊飛行は水域で行動する場合の基本的飛行要領です。ハーフだぜ。
における報道の一部を型の色と合わせて紹介します。第1弾命令部隊内の部隊の訓練を終わります。